こんにちは。アマゾイスサポーター、堀秀夫です。今日はオーストラリア銀行の取得。今まではペイオニアとか、ワールドファースト使ったんですけど、最近ワイズというサービスの手数料を調べたら、ワイズの方が手数料が安いです。切り替えをお勧めします。で、私も登録してみましたけど、登録はペイオニアより簡単でした。マイナンバーカードが必要です。まあ、大きく違うのは、まあ、為替手数料ですね。オーストラリアドル、まあ、実際両替するとき、何パーセントの手数料ってのは明記されてないんですけど、為替レートがね、大きく動いたときは、もうこれ多分10%近く捉えてんじゃないかなっていうふうに、まあ、思ってたんですけど、ワイズの場合ね、銀行間のミッドマーケットレート、まあ、普通のレートなんですね。まあ、このレートで、両替してくれるってのはかなり良心的なんで、まあ、特に売り上げ大きい、会員さんはね、結構インパクトあると思います。簡単にまあ登録できますけど、まあ、もちろんね、登録方法はわからなければ私の方でサポートしますんで、遠慮なく聞いてください。こちらのリンクから、登録できます。これが確か紹介リンクなんで、7万5千円までの送金手数料無料というのついてるんですけど、まあ、送金はあんましないと思うんだよね。まあ、それは使えないかもしれないんですけど、まあ、使わないかもしれないんですけど、まあ、ないしはここから登録可能です。ワイズ、手数料安いんでおすすめですんで、切り替えてみてください。また、ご報告、ご質問お待ちしてます。アマゾンサポーター、堀秀夫でした。